出せるかというところです。あっと、これもデビルバリのラリアット行きましたけれども、これで持ち上げようと殺到で、よいしょ、来ましたね。重いけどね、相当。まで持ち上がるのか。今体勢を整えてるんじゃないですか。メキシコ流の強力なストレッチ技ですけども、ちょっとね、さすがに持ち上がらないか、足のフックがちょっと甘いのか。もう一回立つんじゃないですか。もう一回行きますか。よいしょ。当たりは世代を超えた見どころだ。すごい。ルミナリのデビルの体が。あの多少ポジションが悪いと、もう一回座ってこう持てるところまで体勢立て直すってところが井上らしかったですね。すごいパワーですね。すごい平子選手力持ちです、パワーだから前のとかデビルさんのことめちゃめちゃ、これも高い。いや見せます井上京子。ご覧の高さ、いやこれぞ釣り天井という感じですけどもね。足が伸びきってるところに下からこんな綺麗な釣り天井なかなかそう見れるもんじゃないなという気がしますけれども、今度はここへ来てメキシコ流の関節技立て続けに、髪型が変わったんでちょっと女っぷりが変わりましたね。デビル選手もちょっと染めましたか。それでストレートだし、ストレートだ、スーパーヒールの時はすごかったですね。アンダーテイカーみたいな感じでね。いいですね。あ、そりゃ怖かった。無表情で鼻の高さが強調されたって感じですね。粘っこい攻防はリング中央、これで持ち上げられたらすごいと思いますけどね。デビルはね、このまま持ち上げるんじゃないですか。これもメキシコ系ですね。メキシコ系ですね。このまま上まで持ち上げちゃうんじゃないですか。これはどういうこと。あ、しかしデビルがそのまま立っちゃいましたけど、クソって言ってますね。やっぱり重いんですよ、いつも戦い慣れている相手よりは大きいというんでしょうかね。あの辺は上背がね、物を言いますからね。これは対角線走っちゃうんじゃないですか。落とす前に、やっぱ力持ちですね。でも京子選手ってこんな力技何発もやっても自分疲れないっていうところがすごいですね。ああそうですね、疲れますよね、やっぱ重いもの持ち上げたら。そうですよ、疲れない。人造の疲れないね、何発テクニック。まあ現代の女子プロレスの象徴と言ってもいいかもしれませんね、この技の多彩さというかね。ただスタイル的にはデビル雅美選手はちょっと前の女子プロレスのスタイルっていう感じがしますけど、そうですよね、今よりはね。そんなに技をたくさんやらないってことですよね。ここぞ一発というね、ちょっと前の前場の昔のスタイルですね。25歳定年制というのがもしなかったら、ひょっとしたらまだ前途でやっていたかもしれないという選手です。でも残ったは残ったでどうせ煮詰まっちゃいますから、はい、新しいリングを選んだのはそれは正解だと思いますけどね、はい、そういう選手これから増えてくると思いますしね。この辺りは胸を貸しているデビルが、やっぱり全日本女子プロレスっていうのは男でいうと新日本プロレスのようなものなんですよね、素晴らしい名誉伝統が育っては出ていくというね。なんか何があるんでしょうか。ほら、ストマックにラリアット。いや、こういうのがまた似合う選手ですね、デビルは。別に大技じゃないんですけどね。今度は抱え上げて、こちらもパワーサットに持っていくのか、なだれ式のブレンバスターか。デビルのなだれ式のブレンバスターの、この入るスピードっていうか、これすごいんですよね、いつもね。さあ、トップロープだー、ものすごい落差。流れ式なんて割とみんながやっちゃうと今度見慣れちゃうんですけども、今見たくね、ためがあるとやっぱり大技だってことを再認識しますよね。あの井上京子の体がバーンと跳ね上がりました。強烈ハイアングル。今のパワーボムなんかをこう
腰に手をやらないで股のところに手を添えながら投げますよね。あれなんか巻きつけてね、前女スタイルって感じしますね。ゴーバさんもあのパワーボムはもう何度となく食らってるわけですよ。そうですね、上にもう座っちゃうくらいすごい高さからっていうのも何度もありました。積極力十分というねパワーボムですけどね。ちょっと今のちょっと劣勢になった。これからはデビル、デビルの魅力とはね、このお客さんとのなんていうかこのやり取りというかですね。でも完全にデビルの世界になってますね、うん、今日のところはなんかさすがの京子さんもね、おなしいって感じがしますね。でも私は思うに、ね、ほらこういう京子さんの巻き返しっていうんですか、ね、反撃が怖いですよね。あ、なるほど。だってそんな簡単にやられるって感じじゃないですか。まだまだ、ね、全然ね、まだまだ温存してるでしょう。すごいね、弟が怖いですよね。何せこの人は技の数が多くですからね、まだまだ引き出しいっぱい持ってますよね。まだ半分も出してないでしょ。結構読んでるのかもしれない。デビルさんのこと研究して、最初のうちはこんな感じかと、うん、デビルも胸を貸すなんて言ってられないかもしれませんね。うん、どっちかっていうと知恵比べになってきちゃうんじゃないですか。メキシコリアある程度意識したのか、スタミナのある選手の相手なんで、うん、多少はこの手休まないと、この辺りでね、相手のスタミナを自分でもね、うん、少しスタミナ回復しておけば逃げますからね、はい。まあ、もちろんデビルの場合はね、年齢的なハンディ全然ね、でも別にそんなおばさんじゃないですから。女子プロレスラーとしてはでも今のところ最年長でしょ、うん、なるんでしょうね。このあたりが直線に向かっていかなければいいんですけれども、ドリアの女子プロ選手で最年長って言ったって、男のレスラーに比べたらあのデビン・マスミさんなんか長野選手とか武藤選手とかと同じぐらいですよ。ちょっと若いじゃないですかね。そうですね、でも思いますよ、すごく若いなって思いますか。これだけ動けて自分たちはもし同じことしろって言っても自分たちの方が若いけども今後できないかもしれない。あ、ご覧のようなパフォーマンスはデビル、デビルさん乗ってますね、乗ってますね、乗ってますね。もうなんか患者コームを手のひらの上に転がしているというレスリングです。これも珍しい。これは昔からよくやってた、久しぶりに、カウント2。オールスター戦でね、実はデビルさんのオールスター戦 の, あのシングルマッチなんてのは、ね、長屋さんとかとはありましたけども、対抗戦でのシングルマッチってあんまないんですよね、オールスターでは。デビルさんはそういう意味では京子とのシングルマッチ非常に新鮮に受け止めているお客さんも多いんじゃないでしょうか。これも流れるような DDT。 15分経過、15分経過。